シャス田中です。今回はファルを使ってドミネーションやっていきたいと思います。ファルの各マグじゃないよ、ファストマグだよ。ファストマグ久々に使うな。ちょっと取れなかったよちょっと取りたかったよ。マジか、ナイス。いけるかなこれ。おお、またまたまた、あくそー、いけそうだったんだけど、ちょっとみんな死んじゃったよ。マジかー、やばいね。オッケー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 。どっちだろう。あ、マジか、エルスト、これまずいな。裏から回ってこっか。オッケー、2人ゲット。待って、もうとりあえず取ろう。これはもう取るしかあるまい、あるまい、あるまい。あぶね、おっしゃ、あぶね。よーし、だいぶ押し込んでるね。1キル、お、2キル。よし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 、さあここ来るだろう。あー、マジで2人目は厳しかったか。結構ね惜しかったんだけどね。これね、だから今回ファストマグなんで、クイックドローなしなんでね、あらかじめ覗くことが重要ですね。とっさのね、こう、あ、いたみたいな感じの打ち合いはね、ちょっと避けるように動いていきたいと思いますよ。こんな感じかな。いけるね。あー、ちょっとクソエム。やっぱね、連射が不完全ですから。あー、まあ、危ね本当に単発式はこれだからね、怖いよね。どっちも意識しないといけない。こう打つのも連射するのも。あ、しないです。マジか、なんか結構ちょっと信頼してたんだけどね、ああいうところ。やっぱ、アップね。結構ギリギリだね、これも。ファルってでも1回、2回ぐらいなんか弱体化来てるんでね、そんなに高火力にはなってないですけど、それでもね、貫通力はなかなかある方だと思いますよ。一応だってこれ3発でしょ ?3 発 ?2 発どっちだろう。いや、マジか。分かっててもあれだよね、なかなか難しい場面だね。シャックちょっとシャック、自分のシャック面白いわいきなりカウンターか。あ、 B 入ってる。待って待って、はや、めっちゃいるんじゃない。ちょっと、あー、横、こっち来ちゃったな。いいかな、こっち来ても。うわもうチャンスって、あ、チャンス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 なのかな。おー、オビタル出した。大丈夫かな。 C 取って、さささっと上上がって、 あんまここ貫通しねえんだ。ここ貫通するにはやっぱ FMJ 必要だね。おー、つらいつらい。なかなか難しいな、単発は。やっぱり簡単にはできないですね。おーおーおー、大丈夫かな、ね、うわーAR、 くそー、フルオートだったら絶対倒せんのに。自分の連射力のなさが本当に悲しいな、これね。えもったいない。結構先打ちしてくんな、怖っ。いるんだけど、危なっ。オッケー、
わあ、マジか。よしよしよし、イーブンな感じ。うわ、ギリギリだ。お、最後いいのもらってったね、ほんと。あー、強いな、相手。やばいね、ほんと。こっちもなかなか頑張ってますね。ちょっとね、これが最後の僕のラッキーキル。後ろまで行ってたんだ。じゃあ、この車か。ボガーン。なんかすごい逆側に吸い寄せられるってなんだこれ。面白いな、ほんと。いやー、これ単発難しい。ドミネーションってあれですよね、やっぱりこう自分の最高の武器を皆さん使ってらっしゃるから、なかなかね、こういうお遊びの武器だとね、難しいですよね。危ね。オッケーオッケー。危な。あー、リロードのタイミングミスったな。みんなだってもうね、アバカンとかスカーとかばっかりだからね。この中にいるかい、ファルを使ってる人は。危ね。僕ぐらいでしょうね、おそらく。なかなかね、こういう武器ってだから難しいんですよね。みんなのリクエストに応えていろいろな武器を使いたいんですけどね。こういう風な、いつもベストにできたらいいんだけどね、いろいろな武器使えて。それはなかなか難しい話なんだよな。あぶね。オッケーオッケー。うわーで、うわー。いいぞ。そう撃たれてんだよな。あ、いい勝負じゃん普通に。いやー、マジそんな余裕ないよこれ。
Advised hostile UAV incoming. あぶねー。じゃあほんとね、余裕ないんだよこれ。